あさってオープンするカフェの店内に来ています。中の様子見ますと非常に落ち着いた雰囲気ですよね。実はここ世界でも珍しいカフェなんです。というのが神社の境内にある店舗なんです。福岡市天神の華厳神社の社務所にあさってオープンするブルーボトルコーヒー。アメリカや韓国、中国など世界に100店舗以上を展開するカフェで九州初進出です。最大の特徴は注文後バリスタが1杯ずつ丁寧に抽出してくれるところ。コーヒーは1杯594円からとやや高めです。ではいただきます。華やか、ふーってこう華やかな香りが抜けていきますね。普段私インスタントコーヒーしか飲まないんですけど、ちょっと違いますね。高級感があります。このカフェの発祥地アメリカオークランド市は62年前から福岡市と姉妹都市として交流。誘致を進めてきた高島市長は、コーヒーショップで豚骨ラーメンレベルで実はすごく多くて、実はコーヒーショップがこれだけあるんだっていうところも、すごいこれをきっかけに知っていただけたら嬉しいなというふうに思います。それにしてもなぜ神社の社務所にカフェなのでしょうか。やっぱりいろんな方がいろんな場面で日常的に使われる場所っていう、この、我々コンセプトとしてはクロッシングっていう言葉にしてるんですけれども、そのやっぱり交差点になる場所っていうところのきっかけになるような場所にここはなれるんじゃないかっていうところで、どんな形で利用してもらいたいですか。ちょっとほっと一息つくっていうところはそうなんですけれども、やっぱり神社にいらっしゃった方と、ここら辺だと買い物通勤の方が、ちょっと待ち合わせだったりとかっていうところで使っていただくのが一番シーンとしては、考えております。